皆さんこんにちは。今回もレゴで街づくりを進めていきます。街づくりは終盤に入っており、新しいものを作るのはこの動画が最後となります。今までの動画から見ていただいていた方は本当にありがとうございます。この動画が初めてという方はぜひ今までの街づくり動画もご覧ください。それでは今回もどのようなものが出来上がるかを楽しみながらご覧ください。早速土台部分が完成し、線路が敷かれています。この線路は貨物ヤードにつながるようになっており、貨物線という設定です。さらに線路の上にタイルが敷かれていますが、これからこの部分には踏切を作っていきます。タイルプレートやブロックを横にしたものを使って道路を敷いていきます。歩行者用のスペースもタイルプレートで舗装します。新たに青いベースプレートをつなげます。この部分は海と砂浜をイメージしています。ここからは大きな支柱を組み立てていきます。海の部分にも小物を置いて賑やかにします。さて、先ほどの支柱の正体ですが、長い橋を支える柱でした。橋の部分は全長がかなり長いため、テクニックパーツで頑丈にしてあります。橋の骨格ができたので道路を敷いていきます。こちらは歩道の部分です。車道の部分はブロックを横にして設置します。橋の柵にはところどころ照明を用意します。切りのパーツを置きます。銅像や人を置いて最後の仕上げをしていきます。それでは最後に、今まで作った街とつなげたいと思います。どうでしょうか？しばらく街の様子をお楽しみください。
これ見て、今まで作ってきた街がすべて完成しました。次回の動画見て、完成した街の様子をすべてお見せしたいと思います。ということで、次回の動画もぜひご覧ください。